中桐臨は日本のクラシック音楽のピアニスト、岡山県岡山市生まれ、3歳よりピアノを始める、岡山県立岡山上等高等学校を経て、東京芸術大学音楽学部器楽科ピアノ、専攻を主席で卒業。在学中に芸大モーニングコンサートや新卒業生紹介演奏会で芸大フィルト、コンチェルトで共演するほか、 同性会新人演奏会や山ハ音大フェスティバル2010、芸大、アーツイン、東京丸の内、三菱寺所賞受賞記念リサイタル等に出演。2013年、東京芸術大学大学院修士課程を主席で終了。これまでに岡山フィルハーモニック還元楽団、関西フィルハーモニー還元楽団、芸大フィルハーモニア、東京フィルハーモニー交響楽団、 東京交響楽団、バレス交響楽団等のオーケストラと共演、国内外でのリサイタルや、音楽祭、NHK、FM、リサイタルの場に出演している。2014年1月に、サルコル等で、パリデビュー、4月にルネスホール、ムネツグホール、ハマリキューアサヒホールデビューリサイタルを開催した。2014年秋より、ロームミュージックファンデーション小学生として、 ポーランドのビドゴシチ音楽学校に留学している。これまでにピアノを、内山優子、近藤国彦、平川真理、足田達子、大野真二、角野博エヴァポブーツからに、ピアノデュオを、角野博室内楽を、岡山清伊藤恵に指示。ありがとうございます。